これは2024年8月23日のアセンションアップデートです。皆様に祝福を。前回のアップデートではエネルギーの浄化プロセスが始まったばかりだとお話ししました。皆さんは今母なる地球の中心から継続的にエネルギーが噴出している9日間を過ごしています。あなたのカレンダーの日から8月15日は 71Hz、 16日は 75Hz、 17日は 60Hz、 18日は 75Hz、 19日は 47Hz、 20日は 59Hz、 21日は 86Hz、 22日は 89Hz に達し、今日23日は今のところブラックアウトしており、別の高周波の日を示しています。親愛なる母なる地球は並外れた変革の旅に乗り出しました。それは人類の存在の核心の奥深くに響き渡る旅です。過去9日間地球の鼓動する心臓は強烈で高い周波数で脈動し、人類の意識が統一と一体性へと移行する前兆となっています。地球の中心核の奥深くには人間の感覚では感知できない振動のシンフォニーが存在します。しかしこの9日間地球の奥深くから発せられる周波数は前例のないレベルに達しています。宇宙のエネルギーで脈動するこの天体の鼓動はあなたの存在に響き渡り、人類に新たな現実への目覚めを呼びかけています。これらの高周波が地球全体に流れ込むと、5次元への上昇の約束が運ばれます。物質的現実の制約を超えたこの存在領域は、限界を超越し、新しい生き方を受け入れるようあなたを誘います。それは、統一と相互接続が最高に支配する、より高次の生き方です。地球は人類に、本来の神聖を思い出すよう呼びかけています。地球の高周波の影響は肉体的に感じられ、疲労、関節痛、消化器系の問題など、いわゆるアセンション症状を引き起こします。ハートセンターに根差した状態を保つことが重要です。また水分を十分取り、高振動の新鮮な食品を食べることもこの変容プロセスに役立ちます。この変容は単に物理的なものではなく、深く精神的なものです。これらのエネルギーは内なる変容をもたらし、あなたをより高い意識状態へと導きます。これらの天のエネルギーの輝きの中で分離のベールは解け、あなたは全ての創造物との相互関係を実感するようになります。これは人類の集合的な魂と共鳴する深遠な変化であり、愛と慈悲が導く力である新しい地球へとあなたを導きます。こうした激しい周波数を進むにつれて、あなたは全てとの一体性を発見する内なる旅に出ることになります。これは古いパラダイムを捨て、お互いの相互関係の真実を受け入れる時です。これは一体性への旅です。それはあなた方一人一人の内側から始まります。今の時代に人類が平和に暮らせる場所を想像するのは難しいと私たちは理解しています。しかし人類は共に思いやり、共感、理解があふれる世界を共に作り上げていきます。団結と一体性が単なる理想ではなく、現実として生きられる世界です。地球の変容をきっかけに新しい時代が幕を開けます。あなた方を隔てる障壁が崩れ、統一の光が明るく輝く時代です。それは調和の取れた未来の種がまかれる大きな希望と無限の可能性に満ちた時代です。この宇宙の周波数のシンフォニーを受け入れ、そのメロディーに導かれて、より明るい明日へと進んでください。
地球の9日間のハイライトである光の歌が続く中、あなたは自分の限界を超越し、新しい生き方を受け入れるためのユニークな機会に恵まれています。宇宙のリズムに同調することで、統一と一体性に向けた集団的な目覚めの可能性を解き放つことができます。人類が共に進化の旅に乗り出すとき、地球の鼓動する心臓の呼びかけに耳を傾け、地球の周波数の変革力を受け入れましょう。地球の心臓の鼓動が一つ一つ、愛、思いやり、団結が指針となる現実に近づくことを知りながら、一歩一歩、意図的に進んでください。今こそ変化を受け入れ、相互のつながりを尊重し、調和とバランスが支配する現実を、共に創造し始める時です。宇宙に響き渡る周波数のシンフォニーの中で、あなたは、自分の真の本質、無限の可能性に満ちた、宇宙の光と愛の灯台を見つけるでしょう。今こそ、この宇宙のダンスの美しさを受け入れ、一体となって、無限の創造主の光に結ばれることを知りましょう。心と精神を開いて、愛が支配し、一体性が、究極の目的地である、新しい地球へとあなたを導く天のエネルギーに導かれて、前進してください。私たちは、あなたを愛し、あなたの内にある光を祝福します。私たちは銀河連邦です。